恐れがありますので、十分に警戒してください。将来への発展の可能性が最も高い一つと言われるアジア太平洋地域、その21の国と地域の首脳クラスがインドネシアに集まりました。アメリカ国内の政治的な混乱によるオバマ大統領の欠席が各国首脳の外交戦略に異様な影を落としています。中国やロシアが存在する中で、総理大臣は積極的に外相に対しました。よし。よし。